また買っちゃったということで、2021年6月にフルモデルチェンジするフォルクスワーゲンの新型ゴルフ8購入しました。今回はですね、私が購入した新型ゴルフ8の見積もりとかですね、グレード展開、価格、サイズやスペック、装備やオプションなど分かっていることすべてまとめます。物欲刺激されること受け合いなんでね、閲覧注意ですよ。まずは新型ゴルフ8のボディサイズなんですけれども、こちらですね、なんと先代よりも少し小さくなっている部分があります。まあ、ゴルフといえばね、 C セグメントのハッチバックのベンチマークとして歴代ね存在し続けてきましたけれども、モデルチェンジのたびに衝突安全などの観点から大きくなってきました。ただし今回の新型ゴルフ8のボディサイズは全長4295、全幅1790、全高1475、ホイールベース2620と先代のゴルフ7と比較すると、全長ではね30ミリほど長くなっているものの、全幅ではマイナス10ミリ、全高でマイナス5ミリ、ホイールベースでマイナス15ミリと小さくなりました。特にね、全幅が 1.8 メーター以下に収まっているのは、日本のね道路事情、駐車場事情を考慮すると非常に嬉しいポイントですね。もちろんマンションの立体駐車場などは長さも幅も高さも全て OK となっています。そして新型ゴルフ8のパワートレインは2種類ラインナップされます。まあ、今回のねフルモデルチェンジの目玉でもある全く新しいパワートレインなんですけれども、一つがですね、1リッター直列3気筒ターボプラス 48V マイルドハイブリッドの1リッター ETSI エンジン、そして 1.5 リッター直4ターボプラス 48V マイルドハイブリッドの 1.5 リッター ETSI エンジン、こちらの2種類がラインナップされます。どちらも組み合わされるトランスミッションは7速 DSG というね、フォルクスワーゲン独自のデュアルクランチトランスミッション DCT になります。まずね、最初の1リッターの ETSI エンジンの特徴なんですけれども、こちらがですね、先代の 1.2 リッター TSI エンジンの代わりとしてダウンサイジングしてデビューする新しいエンジンなんですけれども、1リッターにねサイズダウンこそしているものの、最高出力 81kW、 110馬力、最大トルク 200N と最高出力は約 5% 向上、最大トルクも約 14% 向上するなど、スペック的にはねむしろ大幅増強となっています。さらに 48V のマイルドハイブリッド化されたことで、発進時はねモーターのアシストも入ってですね、アイドリングストップからの復帰もベルト駆動式スタータージェネレーターによって静かにねセルが回ることなく発進することができるということで、上質感が向上していることも期待されます。さらに排気量も1リッターとダウンサイジングされたので、税金面もね安くなるのも地味に嬉しいポイントです。そしてもう一つが 1.5 リッター ETSI エンジンなんですけれども、こちらはね先代の 1.4 リッターの TSI エンジンの後継にあたり、排気量は増大してマイルドハイブリッド化されることによって、よりスムーズな走りを実現しているとのこと。最高出力は 110kW、 150馬力、最大トルク 250N と最大トルクは先代と変わらないものの、最高出力は10馬力アップ、さらにモーターのアシストにより発進加速がより力強くなっているとのことですね。どちらのエンジンもね、アクセルオフでエンジンが止まり、コースティング走行、まあ、完成走行ですよね、できたりとかですね、発進時にモーターのアシストがあるなど、走りにも期待できそうです。そして気になるフォルクスワーゲン新型ゴルフ8のグレード展開と価格なんですけれども、2021年6月のスタート時点ではですね、3つのグレードで構成されます。価格は全て税込みとなっています。1リッターの ETSI アクティブというベースグレード、こちらが312万5000円、そして 1.5 リッター ETSI スタイル、こちらが370万5000円、そして 1.5 リッター ETSI R ラインこちらが375万5000円となっています。まあ、先代ゴルフ 7.5 のトレンドラインが261万円からラインナップがありましたが、まあ、トレンドラインはね受注生産であまり売る気がない、まあ低価格限定モデルみたいな感じだったので、実質的なベースグレードはその上のコンフォートラインというのがあったんですけれども、モデル末期ではですね、コンフォートラインマイスターというねモデルが323万円となっていました。まあ、モデル末期で装備が充実したマイスターというグレードになっていましたが、それと比べると少しは安いという感じですね。あとは標準装備や必要なオプションをつけていくらになるかというところなんですけれども、それはね後ほど解説します。で、続いてはですね、新型ゴルフ8のグレード別主要装備、こちらを見ていきましょう。ここがね肝ですね。まずベースグレードにあたる1リッターの ETSI アクティブ、こちらの主要装備なんですけれども、こちらの、ね、1リッターのエンジンはこのアクティブというグレードしか展開しません。
で装備なんですけれども、アダプティブクルーズコントロールは全車速追従タイプ、そして緊急時停車遅延システム、エマージェンシーアシストというのも加わっています。そしてレーンキープアシストシステム、同一車線内全車速運転支援システム、トラベルアシストというのも今回新しく加わっています。でレーンチェンジアシストシステム、サイドアシストプラス、こちらはね、自動レーンチェンジシステムですね。レクサス LS とかには、搭載されていますが、国産車で、採用しているのはね、新型レヴォーグはじめまだ限られた車種だけですね。そしてハイビームアシスト、リアビューカメラ、デイタイムランニングライト、ドライバーヒーロー検知システム、リアトラフィックアラート、ブレーキ機能付き、イグジットウォーニング、これね、降りるときに後ろから車が来てると教えてくれるというね、降車時警告機能ですね。でプリクラッシュセーフティシステム、こちらは歩行者と自転車も検知してブレーキ機能がついています。でアクティブボンネット、ポストコリジョンブレーキシステム、 LED ヘッドライト、オートライト、リアフォグランプ、レインセンサー、電動格納式リモコンドアミラー、ヒーター、メモリー、助手席側リバース連動機能付きですね。で自動防言ルームミラー、3ゾーンフルオートエアコン、これもねこのクラスとしてはレアですね。で ETC 2.0 も標準装備と、そしてモバイルオンラインサービス、ウィーコネクトプラス、こちらはおそらくコネクテッドシステムですね。そしてセブンスピーカー、電動パーキングブレーキとオートホールド機能で、ブレーキエネルギー回生システム、パドルシフト、スマートフォンワイヤレスチャージング、まあ、置くだけ充電ですね。インテリアアンビエントライト、これも10色の、カラー調整機能付き、これも標準装備で、後席アームレスト、デジタルメータークラスター、デジタルコックピットプロ、こちらも標準装備、LED テールランプ、レザーマルチファンクションステアリングホイール、シートバックポケット、トノカバー、電子制御デファレンシャルロック XDS、 16インチタイヤ&アルミホイール、テンパータイヤなどなどとなっています。ベースグレードとはいえ、ここまでの充実装備とはね、恐れ入りましたね。先代まであったそのね、価格スペシャルのトレンドラインとか、ね、受注生産のベースグレードではですね、ウレタンステアリングとかハロゲンランプとか見た目にもプアで、まあ、価格もその分安かったんですけれども、今回の 1.0 リッター ETSI アクティブの価格は 312.5 万円からとなっていますが、装備の充実具合を考えたらね、かなり安いんじゃないかと思います。仙台ゴルフにもなかったね、トリプルゾーンのエアコンとかね、 LED ヘッドライトにはデイライト機能もついています。さらにね、ベースグレードにはないと思っていたインテリアアンビエントライト、こちらも10色からカスタマイズ可能となっています。ベースグレードでね、ここまで装備が充実しているならこれでもいいかなって思える良さがありますよね。で上位グレードとして比較して足りない装備としてはですね、アダプティブハイビームである LED マトリックス LED ライト、今回 IQ ライトという名前になっていますが、こちらね、上位グレードでもですね、同様にオプション装備として用意されていますが、ベースグレードのアクティブでもオプションで装備できます。で安全装備の類もオプションで用意されているので、本当にあとはね、見た目的な部分で17インチホイールとかシートヒーターなどがこちらのアクティブでは装備できないと、そのぐらいですかね。で個人的にはね、この1リッターの ETSI エンジン面白そうなんで、17インチホイールとかシートヒーターなどが用意されていたら、このグレードね、積極的に選んでいたかもしれません。続いては 1.5 リッターの ETSI スタイル中間グレードのこちらの装備を見てみましょう。こちらね、先代のハイライン相当に、当たると思うんですけれども、先ほどのベースグレードアクティブの装備に加えて、スタティックコーナリングライト、パークディスタンスコントロール、フロントリア、まあこれパーキングセンサーですね、オプティカルパーキングシステム、 LED ヘッドライト、 LED ターンシグナル付き、オールウェザーライト、ヒーテッドウォッシャーノズル、インテリアアンビエントライト、30色カラー調整機能付き、アクティブシリンダーマネージメント、こちら気筒休止システムですね。でドライビングプロファイル機能、マイクロフリースシート、スポーツコンフォートシート、シートヒーター、ステアリングヒーター、17インチタイヤ&アルミホイールという感じになっています。まあさすがハイライン相当のね、上位グレードなだけに装備はかなり充実しています。もう私はね、仙台ゴルフの 7.5 というね、後期型のハイラインに乗っていましたけれども、まあ、シートヒーターとかステアリングヒーターなかったですからね。そしてこちらのスタイルというグレードからですね、ウインカーまで LED になるということで、ベースグレードアクティブではね、 LED ヘッドライトと書いてありましたが、ウインカーは豆球ってことですね。ただアクティブでもこちらのスタイルでも、これから紹介する R ラインでもオプションでマトリックス LED ヘッドライト、 IQ ライトが、用意されていますので、それをね、つけてしまえば全部同じということになります。ちなみにスタティックコーナリングライトとかですね、パークディスタンスコントロールなども
アクティブでもオプションで用意されていますのでご安心を。まあ、17インチホイールとかですね、シートヒーター、ステアリングヒーターを諦めればアクティブでもなんか良さそうな気もします。まあ、あとはね、シートの質感とかその辺ですかね。ただですね、残念なのはですね、こちらのスタイルという上位グレードでもパワーシートの設定がないことですね。これ今回はですね、本革シートなどのオプションもないので、パワーシート自体初期モデルでは設定がないです。国産車でも、もうインプレッサとかでもね、当たり前にパワーシートついているだけに、これはね、用意してほしかった装備ですね。で、これはね、Rラインでもパワーシートの設定なくてですね、ただ本国では用意があるっていうのはね、見えてますんで、これはね、もう残念すぎるポイントでもあります。続いて最後にですね、上位グレード 1.5 リッター ETSI R ライン、こちらの主要装備見てみましょう。これね、私も購入した、最上位グレードになります。先ほどのスタイルの装備に加えて、 R ライン専用エクステリア、 R ライン専用ファブリック&マイクロフリースシート、トップスポーツシート、プログレッシブステアリング、 R ライン専用レザーマルチファンクションステアリングホイール、 R ライン専用アルミ調ペダルクラスター、アクセルとブレーキ、R ライン専用スポーツサスペンション、17インチタイヤ&ホイール、これも専用のものになります。まあ、主に R ライン専用の内外装が与えられるのが違いとなっています。まあね、デザイン的にも R ラインだとですね、グリルの下のところが、すっきりしたデザインになるっていうのも特徴ですね。まあ、個人的に残念ポイントとしてはね、アルミホイールのデザインが地味ってことですね。CM とかで使われている18インチのもの、これは、初期モデルでは用意されてないっぽいですね。CM とかカタログで散々使っといてね、用意がないっていうのはちょっと有料誤認じゃないのって思うところもあります。本国ではね、9万円そこそこのメーカーオプションとして、用意されているのに、日本ではね、用意がないっていうのはね、ちょっと残念すぎるポイントですね。まあ、でもディーラーオプションで例えば選べたとしてもですね、タイヤごと購入することになるのでかなり高価になりますし、私が予約した段階では、そのディーラーオプションも見えませんでしたね。まあ、とはいえですね、スタイルに対して R ラインの、価格差は5万円しか車両本体でないので、それでね、R ライン専用の内外装になるんだったら、まあ安いんで選んでもいいんじゃないかなと思います。続いてですね、ゴルフ8のオプション、これも見てみましょう。まずはですね、ディスカバープロパッケージ198,000円、これはナビですね。でテクノロジーパッケージ、アクティブに用意されているのが209,000円で、同じくテクノロジーパッケージ、スタイルと R ラインのものが165,000円、ラグジュアリーパッケージ、これでスタイルと R ラインしか付けられませんが231,000円、そして優勝カラー、ライムイエローメタリック、キングスレッドメタリックが33,000円、そしてオリックスホワイトがですね、66,000円となっています。まあ、一つ一つ、簡単に解説していきますと、ディスカバープロパッケージ、こちらはね、フォルクスワーゲンのオーナーさんだったらおなじみのナビゲーションシステムですね。これはですね、あんまり評判が良くなくてですね、ゴルフ 7.5 の時はね、ですね、もうなんか目的地検索がまともにできないというね、ちょっとポンコツ仕様だったんで、ほとんどのオーナーさんがカープレイで、Google マップとかを使っているという状態だったんですけれども、今回刷新されていると思いますので、まともに使えるようになっていることを期待したいと思うんですけれども、こちらのディスカバープロはですね、10インチの大型スクリーンで、デジタルメタクラスター、デジタルコックピットプロとの連携でメーター内にも、マップを表示することができるようになるということで、これも、もちろんね、つけた方がいいというか、ほぼ、ついた状態で日本に入ってくると思うので外せないオプションだと思います。そして次のテクノロジーパッケージなんですけれども、こちらはですね、 LED マトリックスヘッドライト、IQ ライトやですね、ダイナミックコーナリングライト、ダイナミックライトアシスト、駐車支援システム、パークアシストやですね、ヘッドアップディスプレイ、LED テールランプ、ダイナミックターンインディケーター付きがセットになったものとなっています。で、今回からね、IQ ライトという新しい故障になったヘッドライトですけれども、こちらね、対向車とか先行車の部分だけ遮光してくれるアダプティブヘッドライトになっています。そして、こちらのテクノロジーパッケージにはヘッドアップディスプレイも完備されているので、これもね、ぜひともつけたい装備ですね。ちなみにアクティブと、スタイルと R ラインでテクノロジーパッケージの価格が違うのはですね、スタイル以上ではですね、標準装備になっているスタティックコーナリングライト、パークディスタンスコントロール、オプティカルパーキングシステム、オールウェザーライトがですね、アクティブには装備がないんですけれども、アクティブのテクノロジーパッケージにはそれらも含まれるため、まあ、価格がちょっと高いということですね。まあ、でもつけといた方が間違いなくいいでしょうね。そして、ラグジュアリーパッケージなんですけれども、こちらはね、R ラインとスタイルにしか装備できないオプションとなっていますが、
電動パノラマスライディングルーフとハーマンカードのプレミアムサウンドシステムが含まれます。まあ、それぞれね別々に選べないっていうのがね痛いところですけれども、サンルーフが必要な人はこちらプレミアムサウンドシステムとセットで23万1000円かかるということですね。まあ、なんだかんだつけていくと価格が跳ね上がってしまいそうな予感がしますが、ここでお待ちかね、ゴルフ8の全グレードの見積もり公開したいと思います。まずはベースグレードの1リッター ETSI アクティブ、こちらの見積もりから見てみましょう。出来上がった見積もりがこちら。でねん、ETSI アクティブの込み込み価格は376万8000円となりました。安からず高からずって感じなんですけれども、車両本体価格が312万5000円からなんで、オプション分でまあ高くなってるかなというところですね。でちなみに付けたオプションがこちら。ディーラーオプションはねこれフロアマットぐらいしか書いてないんですけれども、新型ゴルフ8にはですね ETC2.0 が標準装備なのでここにも含まれていません。さらにですねドアバイザーとかコーティングなども付けてませんし、延長保証やメンテナンスパックなども付けていません。でここの見積もりに書かれていない部分でメーカーオプションとして、先ほどのディスカバープロというねナビが19万8000円、そしてテクノロジーパッケージでアクティブのものは20万9000円、こちらが含まれているのでこれだけで40万円プラスとなっています。ちなみに、まあ、初期ロットに限らずかもしれないんですが、ディスカバープロとテクノロジーパッケージはもう抱き合わせにほぼほぼなっているみたいで、それぞれバラバラにオプションで付けるってことはできないみたいですね。そうすると受注生産になっちゃうみたいで納期がしこたまかかるというようなので、まあ、両方付けるというのがね定めになっているようなんですけれども、個人的にはねもちろん両方付けた方がいいと思うので、まあ、結果オーライということです。でボディカラーはですね無償カラーの黒を選んでいます。それで出来上がった新型ゴルフ 8ETSI アクティブの込み込み価格は376万8000円ということですね。今までのコンフォートライン相当の価格帯と思えば、まあそのぐらいじゃないかと、まあ、装備内容を考えれば十分魅力的と言えます。続いて中間グレード 1.5 リッター ETSI スタイル、こちらの見積もりも見てみましょう。出来上がった見積もりがこちら。新型ゴルフ 8ETSI スタイルの込み込み価格は431.6 万円となりました。一気に価格上がりましたね。430万円オーバーとは、まあ、ちょっと国産の C セグメントだとマツダ3のスカイアクティブ X よりも高いくらい、私がね購入していた仙台ゴルフ 7.5 のハイラインより値引きなしの状態でも30万円ぐらい高い印象ですね。付けたオプションがこちら。こちらもねディーラーオプションはフロアマットしか書いてないんですが、同様にですねメーカーオプションとしてディスカバープロパッケージとテクノロジーパッケージでスタイルなのでちょっと安くて16万5000円こちらが含まれています。でラグジュアリーパッケージは付けませんでした。まあ、ルーフと、ハーマンカードは諦めたということですね。それで出来上がった、ゴルフ8の ETSI スタイルの込み込み価格は431万6000円となりました。まあ、先ほどのベースグレードアクティブの見積もり価格と比較すると約55万円ほど高くなっています。もともとアクティブとスタイルの車両本体価格の差が58万円なので、まあ、その分高くなっていると、まあ、テクノロジーパッケージが安い分その差が埋まっているという感じですかね。まあ、55万円差となると、まあ、パワートレインが1リッターと 1.5 リッターの差もありますし、まあ、今回のアクティブはオプションをつけると結構装備も良くなるので、まあ、アクティブでもいいような気もしてきます。まあ、特に奥様などのお待ち乗りカーとしてはアクティブの方がおすすめかもしれませんね。そして最後、上位グレード 1.5 リッター ETSI R ライン、こちらの見積もり見てみましょう。私がね購入したのも、こちらの R ラインの見積もり、まあ本当に私が購入したのと同じ仕様となっています。で出来上がった見積もりがこちら。新型ゴルフ 8ETSI R ラインの込み込み価格は436万8000円となりました。先ほどのスタイルと本当に5万円ぐらいしか変わんないんですけれども、それもそのはずでですね、車両本体価格自体が5万円しか違いませんからね。で付けたオプションは全く同じです。でディーラーオプションはフロアマットだけで、ディスカバープロと、テクノロジーパッケージだけつけて、ラグジュアリーパッケージはつけていません。私もつけませんでした。ということで出来上がった見積もり、新型ゴルフ 8ETSI R ラインの込み込み価格は436万8000円となりました。もはやねここまで来ると5万円しか違わないんだったら R ラインにしちゃっていいんじゃねえかっていう気分になるんですけれども、まあ、私もまさにその通りですね。ただですね、あと5万円10万円高くてもいいから18インチホイールが標準装備だったらよかったのになとは思わざるを得ない部分ですね。ないしはメーカーオプションで選べたらよかったのにということですね。まあ、ちなみに私が購入したこちらの R ラインもボディカラーはブラックとなっています。
といった感じで新型ゴルフ8のグレード展開や見積もりまでまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、ベースグレードのアクティブでも装備はかなり充実しているなと。で、Rラインとスタイルの価格差もないので買うならRラインがおすすめかなと思いました。まあ、さすがにね、フォルクスワーゲンの代名詞ともいえるゴルフのモデルチェンジなので気合の入った内容になっていました。で、デジタルメータークラスターのね、デジタルコックピットが全車標準装備だったり、今回からね、コネクテッドにも対応したり、でマトリックス LED の IQ ライト、こちらも全グレードでオプションで付けられたりと。下位グレードでもね、こういうのが付けられるっていうのはね、なかなかいいですよね。トヨタとか見習ってほしいところだと思います。で、そしてね、アウディとかでもまだね、投入されていない1リッターや 1.5 リッターにマイルドハイブリッド 48V のもの、これをね、惜しげもなく導入してくるなど、ハード面でもね、かなり期待ができますね。まあ、さすが世界のベンチマークとして歴代にわたって君臨してきたモデルだけのことはあります。まあ、私もね、すでに予約しているので、納車されたらまた詳細にレポートしたいと思いますので、ご期待ください。で、気になる値引き状況ですが、先行予約の時点ではもうなしでしたね。本当に渋すぎで、ただですね、2021年3月末までに先行予約すると、メーカーからオプション5万円のサポートが入るというぐらいですね。私もそれを使いました。まあ、ただすでにね、予約は結構入ってるみたいで、6月の正式発表待ってからだと納期はかなり長引くかもしれません。気になっている方はお早めに商談されてみてはいかがでしょうか。物欲が刺激されたぜという人はね、いいねボタン、そしてフォルクスワーゲンのインプレッションも見たいよという人はですね、チャンネル登録してベルのマークをオンにしておいていただけると、私のモチベーションも上がります。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それでは、あなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントップチューブ、次回もお楽しみに。